ナンバーアンダーライン愛発初のアルバムリリース神宮寺雄太が明かす歌への情熱と繊細な思いとは平野翔が語る神宮寺雄太の隠された才能とは感動の裏話ナンバーアンダーライン愛特集ナンバーアンダーライン愛は2024年9月23日に待望のファーストアルバム No. アイをリリースしその音楽性とパフォーマンス力で多くのファンを魅了していますこのアルバムは 彼らの音楽活動における重要なマイルストーンとなり、その過程でメンバーそれぞれが抱える思いや挑戦が浮き彫りになっています。特に神宮寺勇太の「歌上くなりたいけど」という発言は、彼が自分のスキル向上に対する強い意志と同時に、内に秘めた繊細な感情を表しています。この言葉は、ただ単に技術的な向上を目指すという意味だけでなく、彼がどれだけ自分のパフォーマンスに真剣に向き合っているかを示しています。 彼のこの思いは、ただ上手に歌うことだけでなく、ファンに感動を与えるパフォーマンスを追求することにつながっています。ナンバーアンダーライン愛は、今年の4月にアメリカで開催された大型音楽フェス、コーチェラの特別ステージに出演しました。彼らは現地の観客の前で堂々としたパフォーマンスを披露し、自分たちを知らない多くの人々にその実力を見せつけました。この経験は、 彼らにとって大きな挑戦であると同時に、彼らの成長を促す貴重な機会となりました。さらに、8月には国内の音楽フェス、ロックインジャパンフェスティバル2 0 2 4とサマーソニック2 0 2 4に初出演し、逆輸入状態で国内外での人気を拡大しています。これらのイベントでの成功は、彼らがいかにして自らの音楽とパフォーマンスを進化させ、観客に新しい価値を提供しているかを物語っています。 彼らの成功の裏には、メンバー一人一人の努力と情熱があります。特に、神宮寺雄太が語った、歌上くなりたいけど、という言葉は、彼がどれだけ自分自身を高めたいと考えているかを象徴しています。彼は、自身のパフォーマンスに対して非常に高い期待を持っており、その期待に応えるために日々努力を重ねています。彼が感じているプレッシャーは、単に技術的な向上だけでなく、 ファンや仲間たちの期待に応えるためのものでもあります。彼のこの姿勢は、他のメンバーにも影響を与えており、グループ全体がより高いレベルのパフォーマンスを目指す原動力となっています。また、彼らの活動が拡大する中で、さまざまなメディアへの露出も増えています。マクドナルドの新 CM、めっちゃハワイアンバーガーズ編では、メンバーが楽しげに商品を紹介する姿が印象的でした。特に 撮影時に神宮寺雄太がザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズを食べるシーンでは平野翔が、ジンは一発で決めるよ」とプレッシャーをかけて笑った場面が話題となりましたこのシーンはメンバー間の絆とユーモアが垣間見える瞬間であり彼らがいかにして楽しみながら仕事に取り組んでいるかを示していますその一方で神宮寺雄太は自分の歌唱力に対して常に向上心を持ち続けています 彼が感じている、歌上くなりたいけど、という気持ちは、単なる技術的なスキルの向上だけでなく、彼自身の内面的な成長とも深く結びついています。彼は、自分がどれだけ努力してもまだ足りないと感じることが多く、そのために常に自己改善を目指しています。このような姿勢は、彼のパフォーマンスに対する真摯な取り組みを象徴しており、ファンに対しても強い影響を与えています。また、 彼らが出演した音楽特番 2024FNS 歌謡祭夏の舞台裏ではお笑いコンビナナインティナインが差し入れを提供しメンバーたちの間で差し入れ選手権が行われましたこの選手権では平野翔がフルーツトマトを選び神宮寺勇太はマヌカハニーの喉に良い効果を期待して選ぼうとしましたが最終的にはプレッシャーを感じてフルーツトマトを選びましたこのエピソードは 彼がどれだけ自分のパフォーマンスに対してプレッシャーを感じているかを如実に示しています。彼は自分が最高のパフォーマンスを提供するために常に最善の選択をしようと努力しています。このようにナンバーアイのメンバーたちはそれぞれが異なる個性と強みを持ちながらも共通の目標に向かって努力しています。彼らの音楽とパフォーマンスは単なるエンターテインメントの枠を超えて ファンに対してて強いいメッセージを伝えていますそれは自分たちの限界を超えて常に挑戦し続けることの重要性や仲間との絆を大切にしながら成長していくことの意義です。彼らの活動は今後もさらに広がっていくでしょう。アルバムリリースに続いて10月からはライブツアーが始まります。このライブツアーは彼らにとってさらなる飛躍の年になることでしょう。 彼らがこれまでに積み重ねてきた経験と努力が、どのようにしてファンに還元されるのか、非常に楽しみです。ファンとの交流を大切にし、常に新しいことに挑戦し続ける彼らの姿勢は、多くの人々に感動とインスピレーションを与え続けることでしょう。ナンバーアンダーライン愛は、その音楽性だけでなく、メンバー一人一人の個性とストーリーが融合した独自の魅力を持っています。彼らの活動を通じて、 音楽業界に新たな風を吹き込む存在として、これからも注目され続けることは間違いありません。彼らの成長とともに、ファンもまたその旅路をともに歩んでいくことでしょう。そして、その先に待っている新たなステージで、どのような感動が生まれるのか、期待が膨らみます。No.1:i、神宮寺勇太、歌上幕なりたいけど、自身のパフォーマンスに込める繊細な思い。待望のファーストアルバム、 愛、no, が9月23日にリリースされるナンバーアンダーライン愛。音楽フェスや CM、テレビなど徐々に露出の場を広げている。今回は、そんな3人のメンバーのエピソードからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。答えは次のページで。モンワン、7月23日放送の特別番組、サンピープル一枚ニューと日本テレビ系で、平野翔は渡辺直美と MC 初タッグを組んだ。 平野はかねてより、今後、任として渡辺の名前を挙げていて、約1年前のインスタライブでその思いを明かすと、配信を見た渡辺が、聞き間違いかと思ってもう一度巻き戻したら、はっきり言ってて、携帯投げた顔文字笑いとインスタストーリーズを更新して反応していた。に入る平野の願望は、モンツーナンバーアンダーライン愛の3人が出演する、マクドナルドの新 CM、めっちゃハワイアンバーガーズ編が7月23日から公開。 撮影時には、開放感たっぷりな夏のハワイを美術セットで再現したセットで、神宮寺優太がザクギリポテトビーフブラックペッパークリームチーズを食べるシーンを迎えると、平野翔が「が、ンは一よとプレッシャーをかけて笑った。なんと言って神宮を困らせた。モンスリー7月3日放送の音楽特番、2024FNS 歌謡「祭夏」フジテレビ系にナンバーアンダーラインアイが出演した際、番組の裏側で、 お笑いコンビナインティナインが差し入れのセンスを競う、差し入れ選手権が開催され、岡村隆がフルーツトマト、矢部宏之がマヌカハニーを差し入れ。本番前、平野翔は1粒約142円という価格に驚き、フルーツトマトを選択。神宮寺勇太は、マヌカハニーが喉にいいことから、歌上くなりたいけど、歌上くなるよっていうもあると、結局フルーツトマトを選んだ。 神宮寺はアヌカハニーに何を感じて、選ぶのをやめたのか。ガン・ユータはルール無視モンワンの答えは、今後会いたい人。同番組は、歌、ダンス、マジック、アートから一発芸まで、3人以内のメンバーで1分以内のルールでパフォーマンスを行い、優勝賞金300万円を競い合う内容。放送当日、渡辺が自身のインスタグラムに平野とのツーショットを投稿し、 心の準備に60年欲しいって言ってましたが、平野くんとこんな早く再共演できるとは思ってませんでしたし、余裕で人見知り前回祭り台爆発のまま、楽しく収録させていただきましたとコメントを添えていた。モンツーの答えは、一発で決めるよ。神宮寺優太はスマートに食べて決めたようだが、バックではしゃぐ演技を担当する平野翔と岩優太が、いたずらっ子のような表情でオーバーアクションを連発し、神宮寺は、 二人とともやりすぎと再び苦笑い平野はもし俺らのせいで NG 出たらまずいよねと反省していたが騎士は演技は完璧あとは皆さん次第と周囲の笑いを誘っていたというモンスリーの答えはプレッシャー一方ガン・ユタは平野翔と神宮寺ユ太タが手にしたものを戻したりとじっくりと差し入れを選ぶ様子を見た後これ迷うなと悩んだ結果 せっかくなんでとマヌカハニーッつとトマト一箱を手にするという企画のルール無視の大胆行動に平野と神宮寺は驚くとともに思わず笑っていた4月にアメリカで開催された大型音楽フェスコーチェラーの特別ステージに出演したナンバーアンダーライン愛は自分たちを知らない現地の観客の前で堂々たるパフォーマンスを披露その後8月には国内の音楽フェス ロックインジャパンフェスティバル2024とサマーソニック2024に初出演。逆輸入状態で活躍の場を拡大させている。画像ナンバーアンダーライン愛ロックインジャパンフェスティバル初参戦で見せた観客総立ちのステージ。アルバムリリースに続き10月からはライブツアーも始まる。グループとして飛躍の年になりそうだ。